エイジがセーフハウスの情報をドワイトに流していた。それに清流会の海老名と通じているようなことも言っていた。合っているか？はい。ドワイトと通じてるってことは、その上のブライスともつながってるだろう。つまりはエイジ、パレカナのブライス、清流会のエビナ、こいつら全部がグルだったってことか。こんなことになっちまって、全部俺の責任です。エイちゃんが、まさか。相手はお前と荒川雅人とのつながりまで把握して車椅子を偽装していた。そこまで周到に張られた罠は見抜けるもんじゃねえ。だから自分を責めるな。けど花輪さんとウォンを死なせちまって、茜さんにも怪我をさせて、ラには連中にさらわれちまった。ああ、事態は最悪だ。それは受け入れないといけねえ。だけどな、カスカ、なら直のこと顔を上げろ。俺たちみたいなのはずっとそうやって生きてきたろ。ひとせ、俺はまだ話が飲み込めてね。お前がエイジに脅されていたってのはどういうことだ？ごめんなさい、あまりゆっくり話している時間はないんです。警察ももうすぐ来るだろうし、ここを離れないと。でもこれだけは桐生さんにも一番にも今言わないと。じいちゃん、タタラチャンネルあるよね。でっち上げの告発で一番たちの生活をめちゃくちゃにして、キリュウさんの素性を暴露した。それがどうかしたのか？あのチャンネルで喋ってる VTuber、 タタラヒソカ、あれは私なの。なんだって？こういうこと。はい、どうもタタラチャンネルです。今日もすごいタレコミが入ってましたよ。なんとハワイで堂島の竜を発見。その声は、ちいちゃんがタタラ。そう、エイジがスクープのネタと台本を用意して、私がタタラヒソカとしてそれを発信する。それが今のタタラチャンネルなの。信じないわけにはいかないようだな。だがそんなところにもエイジが噛んでいたとは。キリュウさんの言った通り、エイジとエビナはつながっています。エイジはエビナの指示で動いているんです。そしてエビナはパレカナとゴミ処理のビジネスでつながってる。そのことはエビナから直接聞いた。話はつながったな。あいつらはラニと一緒にいる茜さんを見つけたかった。彼女をおびき出すために一番をハワイへ行かせるように仕向けた。その監視のためにエイジは飛行機で一芝居打って一番と関わりを作った。私がみんなと一緒になったのも。ちいちゃん、改めてブライス、エビナ、エイジがグルだったのは間違いなさそうだな。それに沢城、頭も。ああ、エビナとタタラチャンネルに出て俺の素性を暴露した。そうだぜ一番、こっちも散々な目に遭わされてんだ。いや、ちょっと待ってくれ。そいつはなんかおかしい。何がだ？うまく言えねえんですけど、頭が
アカネさんを危険にさらすような真似するのかなって。は？あいつは何だってやるだろう。裏切りといや沢城城ってくらいの筋金入りじゃねえか。そもそも昔は荒川にバレねえようにアカネさんを殺そうとしたんじゃなかったか。そん時の動機は自分の子だった若を、青木亮を守ることだけど、今頭に残されてるのは荒川のおやっさんへの義理だけだ。だからやってもいねえ殺しで無所にも入ってたんだろ。今の頭がおやっさんの愛した人を罠にはめたりしねえ。そうか。一番早く、ここはもう行かないと。キリュウさん、頭は俺にハワイへ行くように言った時頭を下げてきたんです。沢城町はどんな目的でも芝居なんかで俺に頭下げたりしねえ。そんなことは絶対にありえねえ。頭はてめえの人生のやり残しとして茜さんに俺を会わせたかった、その一心だったはずです。沢城は海老名の本当の狙いを知らされてなかったってことか。はい。だとしたら海老名と沢城は一枚岩じゃないってことになる。桐生さん、頭と話をしてもらえますか。俺はこっちでラニを追いかけます。早く追いかけないと取り返しがつかなくなっちまう。分かってる。お互いにやるべきことをやろう。何かあったらまた連絡します。何にせよ沢城と話す必要があるな。もう他の雑魚どもから聞き出せることなどなかろう。じゃあ清流会への殴り込みは一旦中止。ああ、だが沢城の連絡先を知る必要はある。おい、話は聞いていたろ。あいつの連絡先は分かるか。ふざけろ、誰がそんなもん。言いたくなるまで付き合ってやる。聞く相手を間違えてる。偉人町で起きていることは私に聞け。沢城の連絡先も私が知ってるよ。助かる、ソンヒ。うん、どうかしたか、サイコ。エイジって人にこっぴどく騙されたんですよね、一番。ああ。なのによりにもよって沢城のことはまだ信じてる。あの沢城ですよ、海老名とグルって方が全然納得いく。でも桐生さんは一番の言うこと信じてあげるんですね。それがあいつのいいところだ。お前もそう思わねえか。ずるくないですか、その返し。何にせよ今沢城がキーマンなのは確かだ。ですね。よし、行こう。そう、最悪の時こそ顔を上げねえとな。キリュウさん。おう。
もしもし。伊達だ、キリュウ。この間、俺と偉人町で飲んだ店、覚えてるか？ああ、覚えてる。手が空いたら顔出しに来てくれ。お前が来るまで一人で飲んでるからな。そんなことしてると、体壊すぞ。俺の健康が心配なら早めに来い。じゃあ待ってるぜ。何見てんだよ。すぐ楽にして。いつでも行けるよ。終わらせる。相手にならねえな。わしを見下しとるんじゃ。謝罪するまでぶち殺すな。楽しませてもらうよ。終わらせる。どうでもいいな。まだ強くなれるとはな。これだな。よし、取れたぜ。いらっしゃいませ。社会ってものを教えて。いつでも行けるよ。終わらせる。相手にならねえな。肉塊にしてやる。いつでも行けるよ。私の番。合わせるぜ。手加減はなしだ。ふざけないでください。私も狙うか。頑張りますか。追撃する。どうしよっかな。ほら、手伝うぞ。やるか。やったろうぜ。調子出てきたぞ。
私の番。狙うか。出番が来たな。はっ。私の番。合わせるぞ。ほれほれ。どこ見てんの。やるのか。脇が甘いな。度が高いよ。見たかよ。いい感じ。やめか。そっす。私の番。おいしょ。こんなもんだ。問題ない。楽しませてもらうよ。私の番。狙うか。ほら、来いよ。相手してやる。知らないぜ。怖いよ。仕留める。しつけの時間。死ぬ。調子出てきた。手伝うぞ。頑張りますか。合わせるぞ。どうしよっかな。追撃する。どうした。やる。どこ見てんの。狙うか。無駄だ。見た。なってもできそう。
さて、始めよう。やれ。合わせるぞ。手加減はなしだ。かかってこい。よし。任せて。出番が来たな。サポートする。さっさと来い。見さらせ、ごちそうだ。残さず食らえ。私の番。見せてあげる。私の番。ほら、来いよ。やるのかよ。調子出てきた。私も狙うか。大人の自分が出てきたぜ。神秘だぜ。勝ち行こうぜ。私の番。狙うか。いや、私の番。ほれほれ。出番が来たな。追撃する。相手してやる。なんぞ空っぽなの。俺どうした。見さらせ、ごちそうだ。残さず食らえ。手加減はなしだ。君ザンザン、さらさら死んじゃうよ。終わらせる。お前やるか。サポートする。おしまい。人生これ成長。素直によろ。まだまだ強く見とれないでやる。勝負あったね。勝ちに行こうぜ。私の番。相手してやる。仕留める。はい、奪われ。頑張りますか。よし、合わせるぞ。調子出てきたぞ。追撃する。私の番。私も狙うか。ほれほれ、見せてあげる。いっけ。やる。狙うか。来い。出番が来たな。手加減はなしだ。叩き潰す。
チンピラフズ。やってやろうぜ。私の番。わけが甘いな。しつけの時間。チンピラ。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。体を温めとかねえとな。そういえばよ、ハンジュンギって趣味とかあるのか。どうした急に。いや、あいつが何かに没頭する姿があんまり想像つかなくてな。あいつはなかなか好奇心旺盛だぞ。何が趣味なのかは直接本人から聞くんだな。私が言うのも無粋だろう。なんだよ、気になるな。まあ最近は動画サイトを見ている時間が結構長いかもな。案外普通だったわね。輪ゴムをスイカに巻いて爆発させる動画ばかり見ててな。前言撤回。あいつ疲れてんのかな。今度差し入れでも持ってってあげよう。何見てんだよ。覚悟しろ。かかってきやがる。私の。やったろうぜ。来い。さて。相手してやるか。やるのかよ。仕留める。すげえ。はい、配れ。どっからでもかかってきな。調子に乗るなよ。調子出てきたぞ。追撃するぞ。感知した。私の番。私も狙うか。ほれほれ。出番が来たな。サポートする。手加減はなしだ。本気出せよ。なめんなよ。寝てるわ。ボンベ。やるのかよ。どうしよっかな。してよね。私の番。仕留める。しつけの時間。逃がしゃしねえ。どうしよっかな。
私も狙うか。出番が来たな。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。手加減はなしだ。相手にならねえな。泣き言言っても遅いぜ。後悔するなよ。やるか。さっさと来い。恥かいても死ぬ。脇が甘いな。出番が来たな。私も狙うか。私の番。合わせるぜ。遊んでやるか。本気出せよ。容赦しない。調子出てきたぞ。攻撃する。東京だけは買ってやるよ。お、なんかくれよ。勝ちに行こうぜ。私の番。やったろうぜ。いや、頑張りますか。遊んでやろうか。態度でかいね。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。ガッチ。何見てんだよ。泣き言言っても遅いぜ。楽しませてもらうよ。やるか。出番が来たな。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。どうした。来ないのか。私の番。やるのかよ。テカテキする。舐めるな。さて、始めようか。終わらせる。おい、とまあ、そんなわけでよ、あの後太一は無事沖縄に帰ってった。空港まで見送りに行ってきたんだ。たっぷり東京土産も持たせたぜ。キャバクラで殴られた埋め合わせにと思ってよ。そうか、太一のやつ世話かけやがって。ありがとうな、伊達さん。待った、礼を言うのはまだ早いぜ。今日はこれから先の話がしたくてな。ん？お前、太一の他にも会いたい奴がいるだろう。もう何年も死んだふりして孤立してたんだ。自分の死を偽装した以上、もう昔の知り合いには会わねえ。それが大道寺一派との約束だからな。俺が日陰者で生きる限りは奴らも味方だ。けど問題が起きたよな。この間の動画で
桐生一馬死亡説はだいぶ揺らいでる。あれの拡散は不可抗力だったわけで、大道寺は何も言ってきてねえんだろ。まあ今のところは思った通りだ。あいつらだって万能じゃねえし、昔と比べたら力も衰えた。何が言いたいんだ伊達さん。つまり今のこの状況なら大道寺も少しぐらい多めに見てくれるんじゃねえのか。お前が昔の知り合いとニアミスしたところで大道寺はもうとやかく行ってこねえ可能性が高いかもな。でも俺は相手が誰だろうと一度決めた約束は守る。いやそらそうなんだがよ、大地の時みたいな感じならいいだろ。お前は離れて見るだけ、存在にも気づかせない。そういう相方なら大道寺も文句ねえさ。俺が大道寺の人間ならいい気はしねえ。やれやれ、なかなか乗ってこねえな。そういやお前、最近の神室町の様子は知ってるか。東上会と近江連合がいなくなって極道は見かけない。代わりに半グレが目につくようになった。あいつらは良くも悪くも動きが目立たねえ。警察としては状況把握が難しくなったと言える。なるほど。それでそんな神室町が気に食わなくなったのか、しばらく前から秋山が音信不通になってる。ん？秋山が？音信不通って伊達さんがあいつと最後に連絡を取ったのはいつだ？東上会と近江の大解散の時だ。そこに桐生一馬が現れたって噂が立ったもんでな。秋山は方々でその噂の裏を取ろうとしたんだが、信憑性の高い噂とまでしか確認できなかった。俺に連絡よこしてきたのもその調査の一環でだ。だがそれ以来こっちから電話をかけても通じない。町からも姿を消してるみてえだ。じゃあ失踪したってことか。無事なのかあいつは。俺も気になって最近探し始めたとこだよ。すぐには見つからんだろうが、警察の力もフル活用する。でもどうだ、やっぱり昔の仲間がどうしてるか気になるもんだろ。失踪したって言われりゃ心配もする。秋山はレアケースなんだろうがよ。そうかもな。あいつはまあほとんど仇とは言えねえやつだし、とはいえお前が気にかける人間は秋山一人じゃねえはずだ。俺にどうしろってんだ伊達さん。前にも言ったはずだぜ、俺はお前のエンディングノートとやらを充実させてやりたいんだ。だから大道寺との約束は破らない範囲内で、お前なりに昔の仲間たちと区切りをつけるといい。俺がその段取りをつけるからよ。秋山だっていずれ俺が必ず見つけてくる。伊達さん、他に会っておきたい奴はいないか。ほら神室町を思い浮かべてみろよ。あの町はお前が青春の大半を過ごした場所だ。一緒に青春を過ごした仲間はもうほとんど死んだよ。おやっさんにユーミン、それに錦、みんなにはこの前墓参りで挨拶を済ませてきた。もうすぐ俺も会いに行くってな。たく、わかった。じゃあそいつらは最後のお楽しみにとっとけ。でも他にだって会いたい奴はいるだろ。そんなことねえのか。え？伊達さんの娘は元気にしてるのか。あ、さやか。まあ元気だよ。結婚して子供も3人いる。じゃあもうおじいちゃんになっていたのか。よかったな。
なんですぐにそれを言わなかった。今は俺の話をする時間じゃねえからだよ。いいか、お前が会っておきたい人間の話だ。じっくり時間かけてもいい。まずは神室町の住人だ。誰か思い浮かべてみろ。神室町で会いたい人間といえば、そうだな、和樹と優也とか。ほらな、やっぱりいたじゃねえか、和樹と優也か。あいつらなら元気にしてるぞ。一時期スターダストは韓国マフィアに乗っ取られてたんだが、今はもう再建できたはずだ。へえ、おお、そうだったのか。よし、そうと決まればあとはどうやってお前をあいつらと合わせるかだな。一応大道寺一杯言い訳できるような状況にしとかねえと。また太一の時みてえに場所をセッティングする。それまで少し時間をもらうぞ。分かった。あんたの行為に甘えさせてもらうよ。ありがとうな、伊達さん。なーに、俺が好きでやってることだ。お前は全然気にしなくてもいいんだよ。もうついていたか。さすが、うん、早いの。遅いよ。お、超半純義。久しぶり、元気だった？ええ、お二人ともお変わりないようで。どうも鈴木太一さん。二人とも見た顔だ。ハンピン・リューマンの元総帥に、あんたにはおなじみのハン・ジュンギだ。孫妃から聞いて事情は心得ています。あなたに残された時間が少ないことも含めて。そうかなら話は早い。あっちの二人は？偉人町の探偵でね、町の動向を探るときにちょこちょこ仕事させてるんで。今は試用期間ってとこ。はあ、あの若いの、桐生さんがどういう相手か分かってねえんだろうな。知らぬが仏だね。なるほど。沢城って男は相変わらず腹を見せないみたいだね。彼が海老名とどこまで深くつながっているかで青龍会への切り込み方を考える必要がある。青龍会は跡目だった高部が無所に行った頃からどんどん不透明な組織になっていきました。ですがここへ来て腑に落ちたことがあります。なんだいそりゃ。高部が警察に捕まったのは組員に拳銃を持たせていた容疑だったんですがね。どうやらそれは海老名のでっち上げと考えられそうです。何？組員内部からの情報提供が逮捕につながったと聞いています。もし海老名の目的が本当に極道の第二次大解散であれば高部を排除する必要はない。だから我々も海老名を密告の容疑者とは考えていなかった。しかし大解散が単なるお題目で海老名の狙いが青龍会を牛耳ることなら高部を刺したのは海老名で決まりでしょう。
はじめは極道を大解散させるつもりが、組に入って気が変わったってことか。もしくは、はじめから青龍会を乗っ取る気で組に入ったか。わざわざ警察のエリート官僚まで辞めてな。何のために？そこがまだ見えてないところだ。じゃあ、いつも海老名の隣にいる沢城なら、その辺の話も知ってるかもね。ああ、あいつが春日の言う通り、海老名と一枚岩じゃねえならな。沢城の連絡先は孫妃が知ってんだよね。だったら話ができないか聞いてみたらいい。海老名のいない場所でね。どうした？もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらハーバーライトに来てくれるか。そこからカムロ町に移動するんでな。しっかり準備してからでいいぞ。わかった。そうするよ。ありがとうございます。どうした？沢城だ。桐生だ。あんたと話がしたい。桐生さん、今どこにいる？海老名は一緒か？条件を先に言ってください。俺に何か？話がしてだけだ。海老名のいないところでな。あいにくですが、俺は忙しいんです。ご承知のように大量の組員をハワイに送り出す準備中でしてね。あんたは客寄せの名誉職だろ。海老名の尻にくっついてる以外で仕事あんのか？今のセリフ、一の野郎が言ってたならぶっ殺すぞ。だ、文句があるなら面と向かって言え。どこに行きゃ会える？埠頭にある青龍会の倉庫です。ナンバーは場所を知っています。海老名は一緒じゃねえんだな。ええ、ですが俺は一人じゃねえ。清流会の人間が大勢いる。彼らも忙しくしてるし、仕事を邪魔してくる奴には容赦しないでしょう。なるほどな。それでも来るってんなら、俺もこれ以上は何も言いません。では。どう考えりゃいいんだ今の？沢城に会いに行ったら青龍会の連中が襲ってくるってことか？うん、そうなるよね。私が思うに沢城は脈ありだがね。え？本気でこちらと会う気がないなら場所も言わないし、組員がいることも警告はしてこない。私には沢城から SOS が出てるようにさえ感じられた。ってことはやっぱり沢城は私たちの味方？ああ、だったら早速倉庫に行こうぜ。
だが一方で沢城が裏の裏を書いてくる可能性もある。つまり倉庫に行ったら大量の精霊界組員はもちろん海老名も待ち構えてたりしてな。おう、じゃあどうやって嘘と本当を見極めりゃいいんだ。結局のとこ言ってみなきゃわからねえってことか。危険だけどやるしかないわね。ああ、オッケー、なら俺も一緒に行くよ。ええ、何ダメ？いや、もちろんありがたいが、いいのか。サンヒもここんとこ楽しそうにやってたみたいだしね。いや、しかしお二人にそんな軽いフットワークで動かれると方々に示しが。そんなのお前が睨み聞かせりゃ問題ないじゃん。そうは思いませんけど。お前も来てくれりゃ確かに頼もしいが、立場的にも清流会と表立って揉めるのはまずいんじゃないのか。もう偉人町の平和は崩れ始めてるし、連中から始めたことだからね。売られた喧嘩なんだから文句言われる筋合いはないよ。それに立場気にしてダチ助けないとかなんかダサいじゃん。キリュウさんは助けないの？あれ？俺なんか変なこと言っちゃった？いや、変だったのは俺の方だ。すまん。構わないか？うん、まあ私は別に歓迎するなんて言わないがな。ツンデレの君にそこまで期待しちゃいないよ。よし、ってことでみんなまたよろしく頼むよ。大歓迎だぜ、チョウ。もう私たち敵なしなんじゃない？なんだかみんなで随分楽しそうなことですね。わかった。
謝罪するまでぶちのめすな。遊んであげるよ。終わらせる。東京だけは買ってやるよ。ナンバは逆上がりできるのか。え、なんすか急に。公園を見てちょっと思っただけだ。年重ねるとできなくなったりするからな。俺はできるよ。なんなら大車輪もね。長がやると鉄棒っていうよりも雑技団みたいな完成度になりそうだな。私もできるわよ。体操系は結構得意。本当かよ。じゃあちょっとやってみせてくれよ。パンツ見えるから嫌。ん？なんだ？ハラスメント案件か？ちげえよ。いや本当にできるのかと思っただけで。冗談だ。管理職にいるとついね。総帥って管理職なんだ。まあこんな時代だ。変に誤解されるようなことは言わねえ方が吉なんだろうな。それでナンバは結局逆上がりできるのか。ああ、ちょっと自信ないから夜にでもこっそりやってみるよ。それはまた別の事案で通報されそう。生きにくい世の中だな。お、このフレームいいデザインだね。俺には今蝶がかけているメガネと同じ形に見えるが。微妙に違うんだよ。まあ確かにタイプは同じだけどね。ついいつも似たようなものを選んじゃうんだよな。このタイプのメガネは家にあと20本くらいあるし。そりゃまた筋金入りだな。まあ、気に入ったデザインをずっと身につけたい気持ちはわかるぜ。でしょ？仲間仲間。よし。なんかサウナ行ってすっきりしたい気分だ。いいねサウナ。俺もよく行くよ。実は私サウナってあんまり行ったことないのよね。でも最近雑誌とかでよくサウナで整うを体験みたいな特集多いし、ちょっと行ってみたいな。整う？サウナの後に水風呂に入って休憩するのを繰り返すやつね。そうしてると最高に気持ちよくなる瞬間があるんだよ。ほう、それが整うか。初めて聞いたな。急な温度差で負担もかかるから気をつけた方がいいらしいがね。じゃあこの辺でチンピラ倒して体が熱くなった後にそこの川に飛び込んだら、それは整うのかな。むしろ乱れると思うけど。さっぱりはしないだろうな。そうか、ただで整う体験ができるかと思ったんだが、ダメか。なんでいけると思ったのよ。最近コンビニプリンが美味しいのよ。君にこだわってすごいの。舌が肥えている蝶が言うなら、
本当にうまいんだね。近頃は手軽に美味しいものが手に入るじゃん。俺も料理人として気合が入るよ。へえ、前向きじゃねえか。別にそんなんじゃないんだけど、店のデザートがそこをついたらこっそりコンビニプリン出そうかな。お前はそんなことしねえさ。今よりもっとうまいデザートをこっそり作ってくれるんだろ。そういうところ春日君と似てるんだね。ん？なんか言ったか。別に。今度うまい杏仁豆腐を食べさせてあげるよ。いい感じだ。これいいやつじゃん。ありがとう。ありがとう、いただくに。これ気になってたやつ。ありがとうございます。やるときゃやるぞ。終わらせる。相手にならねえな。昔カメラにハマってた時期が俺にもあったな。今はもう撮らないのか。そうだね、身の回りのものをいろいろ撮ってたんだけど、ある日突然撮りたいものがなくなっちゃったんだよね。撮り切ったっていうのかな。自分の世界の端まで撮った気がしてちょっと虚しくなったのかも。まあガキの頃の話だからはっきりは覚えてないんだけど。ガキながらに世界の小ささを感じたってか。もう言葉にすると生意気だね、少年の俺。またいつかお前の世界が広がったと思ったら手にしたらいい。カメラ熱が再燃するかもしれないぜ。どうだろうね。よし。これいいやつじゃん。ありがとう。いい感じだよ。それで最近タッチパネルで注文とかさ、冷静に考えて科学の進歩すごいよな。テレビ電話とかも未来の話みたいに思ってたけど、今は普通にスマホでできるもんね。俺はドリームキャストでテレビ電話やってたけどね。ゲームっ子め。さすがはハンピン・リューマン総帥の息子だ。それはあんま関係ないけど。でもここまで来たらいつかタイムマシンもできるんじゃね。タイムマシンあったら何したい。そうだな、あ、俺は過去に戻ってその雑草は食うなって当時の自分に言ってやりたいな。あのあと1週間は地獄だった。そう、大変だったね。せっかくのタイムマシンだぞ、もっと夢のあること言えないのか。じゃあその日は何に使うんだよ。私か。そうだな、パッとは思いつかないが。ん、そういえば鍵を閉めて家を出たか自信が。ちょっとタイムマシンで家を出る前に戻って。タイムマシンの無駄遣いすんじゃねえ。っていうか今戻りなよ。この近くにある質屋、結構いいものあっておすすめなんだよね。最近行ってなかったし、今度また寄ってみよう。この辺に質屋があるのか。そうそう、前はゴミ屋敷だったんだけど、
まともに営業再開したら宝の山でさ、うちの丼も何個かそこで買ったんだよ。お前の店の丼、七草なのか。まさに掘り出し物。いい感じだ。やってやろうじゃ。やってやろうぜ。私の番だ。かかってこい。やったろうぜ。頑張りますか。もうギブアップ。ほ、調子出てきたぞ。私も狙うか。やるのかよ。俺の番。行くぞ。やる。狙うか。よし。時間の無駄だ。見たか。こんな感じや。悪くない気分だ。いい感じ。インスタントカメラが売ってる。懐かしいな。まだあるんだ。知らないの？最近若い子の間でちょっと流行ってるのよ。そうなのか。なんかアナログな温かさとか楽しさがあるんだって。温かさ、楽しい。インスタントカメラってシャッターを押してもすぐわからないじゃない。現像するまでのお楽しみっていうのが面白いみたい。写真もちょっとぼやけてるのが逆に温かみを感じていいとか。スマホに比べて不便なだけな気がするけどな。そういう体験も一緒に楽しんでるってことか。実際経験してきたおっさんにはなかなか出ない発想だな。だが久しぶりに撮ったら楽しいかもな。今度やってみるか。マジっすか。これ全部撮り切らないとフィルムもったいないですよ。だったら全部撮るしかねえな。さすが桐生さん。じゃあなんちゃんシャッター係ね。俺は映らねえのかよ。見下せて当然だと思ってます。面白そうなやつだな。私の番。さてと、さっさと。もうギブアップ。逃がしゃしねえ。止める。しつけの時間。違う。ビビってんの。頑張りますか。ふざけないでください。いやいや。手加減はなしだ。手数がいるな。よく吠え。やりますか。来ない。相手してやる。しのげるかな。危ない。やっやっちゃいますよ。やりづらいよ。調子出てきたぞ。加減しねえぞ。やるのかよ。東京だけは買ってやるよ。
やるぞ。楽しませ。出番が来たな。追撃する。手加減はなしだ。逃がしちゃしねえぜ。お？かかってこいよ。終わらせる。腹立つな。やりますか。怖いの？うん。しのげるかな。さっさと来い。やるか。やったろうぜ。行くぞ。いい勝負だったな。ダメテンと痛い目見るぞ。やろうぜ。終わらせる。やっし。相手にならねえな。どこにでも行けそうだ。自分なめてるの？あんたの財布は楽しませてもらうよ。外れか。終わらせる。東京だけは買ってやるよ。思い出す。んだったよね。よっと。調子に乗るなよ。かかってきやがる。終わらせる。相手に回るな。よし、何見てんだよ。パーティーの開始だ。終わらせる。状況を超える成長ってな。言って。何？抑えるに。さて、始めようか。やるか。退屈な。合わせるぜ。調子出てきたぞ。追撃する。私も狙うか。出番が来たな。相手してやる。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。俺たちすごいじゃねえ。またいい男になっちゃった。
蝶の戦い方にはキレがあるよな。手首の返し方とか鋭さを感じる。本当？キリュウさんにそう言ってもらえるなんて光栄だね。やっぱりあれが効いてるのかな。なんだ？特別なトレーニングとかしてるのか。いや、湯切りだよ。ん？湯切り？そう、ラーメンの湯切り。あれにはコツがあってね、速さと反動を意識した動きを少ない回数でやるんだよ。多いと麺の食感が悪くなるからね。手首のスナップが大事だから、それが戦いにも生きてるんだね。あのキレのルーツが湯切りだったとは。蝶のラーメン作り侮れね。よし、别想活着回去！やってやろうぜ。やるか。さっさと協力してやる。やったろうぜ！くそ！手加減はなしだ。さっさと。さて、出番が来たな。もうギブアップ。見さらせ！うわあ！コト！やりますか。さて。来ないのか。しのげるかな？あれ？相手してやる。私の番。狙うか。勝負あったな。私の番。協力しちゃう？さすができてる。よく吠えるね。逃がしゃしねえぜ。脇が甘いな。しつけの時間。死ねや！調子出てきた。やったろうぜ。楽しませて。うわうわ、出番が来たな。合わせる。狙うか。やりますか。離せて。どりゃ。やるか。合わせるぞ。まあこんなもんだ。キリュウさん知ってる？最近の児童向け漫画雑誌はすごいんだよ。すごい？付録が豪華なんだよ。顕微鏡とかプラネタリウムとか、あとクレーンゲームもあったね。なんだそれ。それが漫画についてくるのか？そう、組み立て式でね、よくできてるんだよ。今はすげえな。俺の時代はカルタとかだった気がする。そもそもなんでお前はそんなの知ってんだ。店の常連が子供連れてきてテーブルで組み立ててたのよ。それを俺が手伝ってたの。親父は横でチャーハン食うだけだったけど。アットホームな店だな。いい感じだ。いらっしゃいませ。
ありがとうございます。コンビニの店員ってやること多くて大変だよね。レジ以外にも公共料金の支払いとかチケットの発券とかいろいろあるからな。本当よね。コンビニが進化するほど店員さんが覚えてるわけだし、そういう意味じゃセルフレジの登場は店員さんにもいい進化だよね。作業も多少減るだろうしね。こないだセルフレジの使い方が分からなくて店員を呼んじまって。ああ俺も最初戸惑いますよね。その辺は俺ら客も進化しねえとな。てめえ見てっとイラつくんだよ。やるか、協力しちゃう。聞かねえぞ。さっさと来い。来なよ。仕留める。よく…はい、配る。出番が来たな。来ないか。見さらせ。うわあ、足が行った。勝負あったな。あったな。よし。あれ、 M ホールデムのこと？少し前にできたのよ。一人でもみんなでもポーカーで遊べるお店みたい。食事もできるし、今度みんなで行ってみようよ。おお、面白そうだな。寄ってみるとしよう。新しい服でも買いたいな。良さそうなショップでもあったらちょっと寄ってもいい？別に構わねえが、好きなブランドとかあるのか？まあないわけじゃないけど、インスピレーションで決めるかな。だからお店で直接見たいんだよね。確かに通販だとイメージがつかない時もあるからな。そうそう、俺通販下手なんだよね。毎回思ったのと微妙に違うのが届いちゃってさ、返品するのも面倒だから部下によくあげてたね。お前の部下は副代が浮いていいな。センスは超任せだが。いいでしょう、福利厚生ってやつさ。物は言いようだ。よし。私の番。お、どうしたの？やるか、上がってこいよ。やるわけが甘いな。しつけの時間。死ぬぞ。頑張りますか。はっ。手加減はなしだ。寝てるわ。くらえ。俺の番。やるのか。おれおれ。目覚まりだ。え？遊んでやるか。逃がしゃしねえぜ。くらいなよ。やるか。コンビプレイ。血がやばいぞ。ガッチー。そんなもんだ。Thank you.
给你放保险先生始めよう私の番怎么了さっさと来いほれほれもうギブアップうわっうわっうわっ相手してやる仕留めるしつけの時間いくよーディマラ調子出てきたぞ目覚めだよく吠えるね終わらせる、うん、出番が来たな全力全開さっさと来い。うわ！俺の番。くらいなよ。さっさとやるか。何が勝負だったの？話にならない。まだ強くなれるだろう。格が上がったね。最近寝起きが悪くてな、すっきり起きれる方法とかないかね。適度な運動じゃないか。心地よい疲れは快眠のもとだぞ。寝起きだってよくなるだろう。別に疲れたいわけじゃねえんだよな。わがままなやつだな。じゃあ好きな曲をアラームにしたら？いい気分で起きれるわよ。昔それ着メロでやってたんだけどさ。着メロって寝起きの悪さが上回って好きだった曲が嫌いになっちまってな。ああ、まあ分からなくはないけど。もうコミジュルに監視してもらって5分経っても起きなかったらボウガンが飛んでくるように依頼したらどう？仕方ないな。ではすぐに手配をして。やめろ、永遠の眠りについちまうわ。開けてみるか。開いた。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ストロベリーパフェとショートケーキってすごい組み合わせ頼みましたね。ん？言われてみれば確かにそうだな。どうしても今イチゴを食べたくて、気づいたらそのまま頼んじまっていた。すまねえな、俺のエゴに付き合わせてしまって。それは別に構わないのだが、せめてもう一品違う系統のものを頼みたいところだ。わかった、注文しよう。何がいいか。おお、やはり甘いものにはコーヒーだな。苦味と甘みが交互に来て美味だ。抹茶と茶菓子みたいな関係だよね。でもパフェとケーキに対してコーヒー一杯となるとペース配分が難しいわね。慎重に行きましょう。もう飲み干しちまったよ。計画性ゼロ。ありがとうございました。
ペイサジョコシャマ本気できないよ。やるか。狙うか。手加減はなしだ。もうギブアップ。頑張りますか。協力してやる。ほれほれ、見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。やりますか。遊んでやろう。さっさと来い。しのげるかな。私にも体が重い。出番が来たな。追撃する。もう俺の番。待ってくれ。やべえ血の量だ。やるか。コンビプレイ。さっさと来い。合わせる。気乗りしねえな。ビビってんのか。頑張りますか。私も狙うか。やめてくれ。私の番。やったろ。見とれないでやね。まあこんなもんだ。まだいけるぜ。ここの雀荘はかなり高級な店ですね。麻雀の腕に自信があったら結構稼げると思いますよ。では時間ができたら腕試ししてみよう。サエコは麻雀は打てるのか。私結構麻雀強いんですよ。お店の子たちとのワンショット麻雀でもいつも生き残ってますし。ワンショット麻雀？なんだそれ。振り込んだ分だけテキーラのショットを飲むんです。お酒結構強いからめちゃ飲まされましたけど平気でしたね。それはむしろ弱いんじゃねえのか。いい感じだ。絆が深まったぜ。開けてみるか。やったぜ。バーチャファイターあるじゃん。チョウは格闘ゲームも好きなのか。まあね、特にこのバーチャは当時子供ながらにやり込んだよ。おう、それじゃゲーセンでは敵なしだっただろう。いや、そうでもないんだよ。ドリキャスでやり込んでたからコントローラーで慣れちゃってね。アーケードのスティックじゃ全然勝手が違うからボロ負け。アーケードスティックをゲームと一緒に買えばと後悔して、それ以来武器や道具は常に本番を想定して用意することにしたんだ。
何が人生の教訓となるか分からねえもんだな。よし、よく分かってきた。するなよ。やるか。脇が甘いな。しつけの時間。調子出てきたぞ。やるのかよ。もう覚えるな。寝てるな。どういうか、そんなもの。ティーロー頑張りますか。ラーニカゲーだ。見さらせ。ごちそうだ。残さず食らえ。ドッドッドッ。しのげるかな。来ない。私の番だ。叩き仕留める。よく吠えるね。はい、配る。出番が来たな。相手してやる。必殺。うわぁ。体が重い。終わらせる。相手にならねえな。肉まん屋の前にいた男女はこっち見て叫んでたけど、何言ってたんだ。呼び込みだったんじゃない。おいしいよ、食べてってみたいな。あー、そっちか。品切れだ、ごめんよって感じかと思ってた。確かに声大きかったし、その線もあるわね。なあ、あの二人何て言ってたんだよ。ちょ、何ジロジロ見てんのよ。ぶん殴るわよ。え、ぶっ殺すぞ、おっさんども。ただのチンピラだと思うよ、あいつら。俺たち平和ボケしてたのかな。そうね、もっと人を疑わないといけないのかも。人間不信にさせてしまった。いらっしゃい。いただきます。いただきます。この店はこういう味付けなんだ。なかなか悪くないね。やはり料理人としてはライバル店の味が気になるのか。別に気になるってほどじゃないけど、たまに意外な組み合わせの味付けをしてる店もあって興味はあるね。人生勉強ってやつ。殊勝な心がけだ。とはいえやはり高級店の方が学びは多いのだろうな。そういうわけでもないかな。意外なところで発見はあったりするからね。結構前の話だけど、春日君の料理がユニークだったね。春日？急に男の料理を振る舞ってやるぜって言って肉じゃがを作り始めたんだけど、途中でいきなり喉飴をぶち込んでさ。何？
喉飴を？さあ、闇鍋パーティーになるのかと身構えたんだけど、これが絶妙な甘さで美味しかったんだよ。驚いたね。子供の頃にタバコ屋のおばちゃんから教わった秘伝の技とか言ってたよ。なるほど、カムロ潮流の味付けということか。確かに高級店でなくとも学びはあったな。しかしそれ以上にお前が春日の家で肉じゃがを食べていたことに驚きだ。どうにも想像がつかん。そう？別に普通だけどね。今度孫妃もどう？春日くん家で闇鍋パーティーしてみない？それは遠慮しておこう。まだ死にたくないんでな。ごちそうさま。ありがとう。私はどうした？ほらほら、たまな、脇が甘いな。しつけの時間だ。死ねえな。本気だ。容赦しないぞ。リズムある。全力全開。手加減はなしだ。寝てるわ。はい、問題ねえ。ほら、どうだ。力の差を見せてやる。楽しませてやる。もう楽に死ねると思うな。やった。本気出せよ。死んだ。どうした。どうなんですか。かますぜ。タトゥーができてる。よく吠えるね。バシッと決めるぜ。よく吠えるね。
体重て。全力全開。あっちいな。相手してやる。調子出てきたぜ。終わらせる。蹴りをつけるぜ。燃え尽きる。コンビプレーね。体重て。協力しちゃう。私の番。狙うか。嘘だ。勝負あったらやばかったね。悪くない気分だぜ。大人の渋みが出てきたぜ。素直に喜んでおくか。格が上がったね。いい感じ。いらっしゃい。いただき、いただきます。ごちそうさま。ありがとう。終わりだ。
かったね。どうした？手加減はなしだ。やるのかよ。いけるわ。かますぜ。遊んでやろうか。バシッと決めるぜ。集え鳩ども。おっとっと。突撃。目立っちゃおうかな。調子がいいぞ、私は。調子出てきたぞ。私も狙うか。追撃する。容赦しないぞ。ダーンと出ますよ。ほれほれ。来ないのね。しのげるかな。はい。よかった。感知した。力の差を見せて。問題ねえ。手加減はなしだ。もうギブアップ。感知かますぜ。見さらせ。うわあ。四キャビトルベイスホト。逃がしゃしねえぜ。やるか。相手してやる。コンビ協力しちゃう。さあ、仕留める。そこだ。よくを綺麗さっぱり目立っちゃおうかな。どうどうした。暗いなよ。タスは調子出てきたぞ。終わらせる。って感じにして。頑張りますか。私も狙うか。私にどう。俺の番。さっさと手加減はなしだ。追撃する。出番もうギブアップ。そば。やるか。て調子出てきたぞ。頑張りますか。まあまだ強くなれるとはな。人生これ成長。まだまだ強くなれそうだ。またいい男になっちゃった。
思い出す。いらっしゃいませ。ありがとうございました。開けてみるか。開いた。あったまを見せてやる。楽に死ねると思うな。どうか手加減はなしだ。もう逃げよう。結構調子いいかも。出てきたぞ。しのげるかな。って感じんだよ。力の差を見せてやる。脇が甘いな。問題ね。手加減はなしだ。協力しちゃう。結構調子いいかも。
容赦しない。それ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 。私の番。コンビプレイ。綺麗さっぱり。ダウンとかますよ。4キガとメイト。調子出ないな。来ないのか。どうした。関係だな。見せてあげる。調子出てきたぞ。度胸だけは買ってやるよ。見とれないでよね。素直に喜んでおくか。格が上がったね。大人の渋みが出てきたぜ。後で薬屋行って床クリーナー買わないと。大掃除でもするのか。いや、うち中華料理屋じゃん。どうしても床滑りやすくなるから。ああ、まあ妙に滑りやすい床のラーメン屋とか結構あるな。俺あれ許せないんだよね。一回両手に料理持って運ぶとき滑ってこけそうになってさ、3回転半ジャンプでなんとか持ち直したんだけど、あれ以来絶対に店の床は綺麗にし続けようと誓ったよ。こけて料理を無駄にするわけにはいかないからね。なんか想像してた理由とちょっと違ったが、まあ結果的に清潔で歩きやすい店になるのはいいことだな。それよりお前の料理両手持ちトリプルアクセルを見たかったぜ。いい感じだ。販売は野菜も売ってるんだな。そうそう、俺も結構買いに来るよ。ここはいい野菜が多いからね。新鮮ってことか。それもあるけど、例えばアスパラは穂先が閉じて太さが均一なもの、大根はずっしり重くて毛穴が少ないものとか、そういうの。なるほど、さすが料理人だ。良し悪しにも詳しいんだな。まあめっちゃ吟味して買ってるから顔を覚えられちゃったけどね。お前の場合は一回買いに来ただけでも覚えられそうだがな。それ褒めてる？よし、絆が深まったぜ。でかい船だな。船でゆっくり旅行ってのも楽しそうだ。私一度船が出航するときにやるテープ投げしてみたいんだよね。そういえば見たことあるな。あれは船に乗る方が投げるのか。そうそう、船出の時の別れの握手を意味するんだって。情緒あるっていうか、ちょっとロマンチックじゃない。俺あれ投げるの得意だぜ。コツがあるんだよ。へー、ちょっと意外。コツって何？紙テープの端をな、利き手じゃない方で持って軽く潰すんだ。
そして中指と人差し指をピンと伸ばして縦にまっすぐ投げる。気持ち上向きだとさらに飛距離が増すぜ。なるほどな。何にでもコツってもんはあるもんだ。実はなんちゃん船旅が趣味だったり。いや一回も行ったことねえ。いつか行きたいと思って練習してたんだが金がなくてな。紙テープ投げるのがうまいだけの男になっちまったよ。反応に困るわ。じゃあいつかみんなで旅行しようよ。船でまったり世界旅行とか。その時にもう一回今の投げ方教えてよ。今のよく聞いてなかったからさ。よろしく難波先生。たく仕方ねえな。俺の指導は厳しいぜ。楽しみが増えちまったな。ここの花壇はいつ見ても綺麗に咲いているな。そうだな。孫妃は好きな花とかあるのか。そうだな、私は白爪草が好きなんだ。どこにでもある花だがな。たくさんあるがよく見ると一つ一つ違って咲くんだ。花屋に並ぶような花ではないが見ていて飽きない。それにあの丸い花もなんだか可愛らしいしな。なんて花の話をするなんて私の柄じゃないか。そんなことねえよ。ありふれた花でも一輪ごとに違いを見て魅力だと言える。俺は孫妃らしいと思ったぜ。褒め言葉と受け取っておこう。いい感じだ。コンプリートだ。孫妃、結構長く歩いてるが疲れていないのか。無論だ。この程度でへばる私ではない。とはいえたまにはゆっくりしても罰は当たらないと思うがな。そうか。ならどっか落ち着いたところで一休みするか。前に孫妃が好きだと言っていた眺めのいい場所に行ってみよう。お花らしきたな。遊んであげる。力の差を見せる。任せて。どうしてやるけ。よそにさっさと来い。頑張ってきなよ。それうまく見える。逃れたか。結構調子いいかも。努力しちゃうね。コンビプレイ。手加減はなしだ。もうギブアップ。どこ見てんの。おりゃ目立っちゃおうかな。終わらせてやるよ。うっ、これはどうだ。相手してやる。行くぜ。ほら来いよ。調子出てきたぞ。君雑魚じゃねえ。さてと恥か。もうギブアップ。終わらせる。きついな。しびれてしまった。やるのか。よそにできる。よく吠えるね。どうした、どうした。見せてあげる。
なんとかますよ。しのげるかな。できたんだよ。せよ。ありがとう。すまない。うまく見えるやりづらい。合わせる。行こうか。おら、うん、さっさと来い。わっはわっは。もうここは任せて。来ないよ。相手してやる。手加減はなしだ。されこやれ、心奪われる。目立っちゃおうかな。かかってきなよ。結構調子いいかも。どうした調子出てきたぜ。よく見てるぞ。寝てるわ。君ヤバいかも。チーズがとっておき見せちゃうよ。恥かいても知らない。ダウンさせますよ。やめて。ここは任せて。もうギブアップ。容赦しない。手加減はなしだ。死にヤバいかも。感知した。もうやれたか。体が重い。楽しませて。狙うか。ほえ。私の番。あは、チーズが。どうしてやるけ。調子出てきたぞ。どこ見てんの。相手にならねえな。あ、四つ葉のクローバーが生えてる。おお、よく見つけたな。拾って押し花にでもするか。それもいいけどやめておくよ。俺はさ、今結構楽しいんだよね。みんなといられて、店もやれて。だからこのラッキーな葉っぱは他の人に譲るよ。へえ、優しいじゃねえか。別に、本音は手が汚れるからさ。爪も手入れしてるからね、俺は。ま、そういうことにしといてやるよ。よし。夜の海ってちょっと怖いわね。吸い込まれそう。夜の海見ると昔仲間と夜釣りしたことを思い出すぜ。あれは真っ暗だった。真っ暗？怖くないの？魚はな、警戒心が強いからライトをつけると逃げるんだ。なるほどね。それじゃあ仕方ないか。ただそのせいで何も見えなくてな、竿と懐中電灯を間違えて握ったりして散々だった。そんなことある？それで釣れたのか？いや、結局岸壁で寝ちまって坊主だった。朝日が目に染みたよ。何しに行ったの？
やはりここからの眺めはとてもいい。観覧車が見えるこの場所が好きだと言ったこと覚えていてくれたんだな、キリュウさん。あの時孫妃に言われて俺も同じことを思ったんだ。ここはいい眺めだな。いつも通っていた場所だったが、孫妃と話すまでこういう景色があるなんて気づかなかったぜ。そう思ってくれたなら嬉しいよ。私も一人で行動することは好きな方だが、誰かと一緒にいる方が気づきは多いものだ。仲間というのはとてもいいものだと感じるよ。ああ、ハワイでもそうだったが、日本で孫妃たちと共に行動するようになって教わることが多い。みんな俺にはねえ考えや視点を持ってる。何気ない会話も新鮮だったぜ。一人で走ってたんじゃ得られない経験だ。それは何よりだ。今度はあの観覧車に乗ってみるか。あそこからの眺めもきっといいだろう。え、待て、私はここからの眺めで十分だと。いや、違うな。よし、その観覧車受けてたと。気合入ってるじゃねえか。楽しみにしてるぜ、孫妃。ああ、いや、約束だからな。そうだ、せっかく綺麗な眺めだ。写真でもどうだ。俺が撮ってやるよ。写真か。確かにここで撮ったことなどなかったな。ねえは、せっかくと言うならキリュウさんもどうだ。まあ無理にとは言わんが。俺もか。では二人で撮るとしよう。ありがとうキリュウさん、いい息抜きになったよ。これからもよろしく頼む。それは俺もだよ。よろしくな、孫妃。まだまだやれる。路上演奏ってなんかいいよな。夢追ってる感じでさ。そうね、いろいろ大変なこともあるんだろうけど、歌って拍手とかもらえたら嬉しいだろうな。そこからスカウトされてデビューみたいな妄想ガキの頃してたわ。今からでもやってみたらいいじゃん、遅咲きシンガーソングライター。まあ定職もねえし、それも悪くねえかもな。俺みたいなおっさんが歌ってもよ、何人聞いてくれるかって感じだが。ギターにマイクスタンド、アンプ、音源プレイヤー、シールド、あ、それにエフェクターとタフバッテリーとかもあると安心か。なんか謙虚そうなこと言ってた割に結構本気だったわ。やる日が決まったら呼んでくれ。コーラスぐらいまでしてやるぜ。これは伝説のライブになるかもしれんぞ。そうかな。どちらまで行かれます。そうですか。どちらまで行く。それでは。
これだな。よし、取れたぜ。いらっしゃいませ。いただきます。スナックはカレーがうまいとこ多いけど、この店のママが作るカレーはマジでうまいな。ああ、しっかり味が染み込んで絶品だ。丁寧に作っているのがよくわかるな。そういえばうちの店のお客さんが言ってたんだけど、ゴルフ場のカレーもすごくおいしいのが多いんだって。それは聞いたことあるな。ゴルフ場にはだいたいカレーがメニューにあって、ご当地でうまさも違うから食べ比べするのもまた一興らしい。なんでそんなにゴルフ場にカレーがあるの？みんな好きだから？まあそれもあるかもしれないわ。注文してすぐに料理を出せるから客を待たせなくていいっていうのが大きいようだ。なるほど、合理的。店によってカレーのうまさが違うなら、それこそスナックだって負けてねえ。今からこの辺り一帯のスナック回って食べ比べしてやろうぜ。お前、この辺に何軒スナックがあると思ってんだ。面白そうだけど非合理的。ごちそうさま。ありがとうございました。よし、来たな、桐生。いいか、これからカムロ町に向かう。もう準備はできてるんだよな。ああ、行こう。目的地はスターダストだ。今日は和樹と優也が揃って店に出てる。あいつらに会いに行こう。お前のエンディングノートを充実させるんだ。さあ、もうすぐ見えてくるぜ。カムロ町の老舗ホストクラブ、スターダストだ。老舗か。もうそんな扱いになってるんだな。何年か前にジンゴン派に乗っ取られて、一時期はだいぶ様変わりしてた。今は一周回って、昔ながらのホストクラブって感じに戻ってる。和樹オーナーの方針らしい。昔ながらってのは、ああいう感じで大立ち回りすることか。あ？ユーヤだ。ああ。ったく何やってんだ。こんな街中で騒がせやがって。半グレだかなんだか知らねえがな。うちは登場会にだってみかじめは払わなかったんだよ。さっさと消えろ。もう二度と来るな。いいのか。後悔させてやんぞ。そんな安い脅し文句しか出ねえのか。それじゃあ今のカムロ町には通用しねえぞ。てめえの方こそ
うちに手出したことを後悔するんだな。もしかして、あ、やだ、嘘、カズキさん、かっこいい、ユウヤさんと二人、かっこすぎる。お疲れさん、ユウヤ。相変わらず怖いもんなしだな。カズキさん、俺がこの店守ってますから、安心してお客さんたちを楽しませてあげてください。お前も中にいてもらわないと盛り上がらないんだ。さあ、来いよ。まだまだ働いてもらうぞ。うっす。あー、素敵、スターダスト、かっこよすぎ。盛況みたいだな、スターダストは。どうやらそうらしい。おかげであいつらの元気そうな様子をこの目で見られてる。そうか。いや、大したもんだな、お宅のオーナーは。さっきの見てたぜ。え？ああ、そうっすか。チンピラがみかじめせびりに来てたんだろ。まんまと返り討ちにしてやったな。見た感じ、店の調子も良さそうじゃねえか。そうっすね。うちは昔ながらのホストクラブでしょ。時代遅れの店って笑われることもあります。でも和樹さんがオーナーに復帰して、昔なじみが少しずつ戻ってきてて、新しく若いファンまで増えてるんですよ。俺らも和樹さんたちに負けてらんねえっす。随分と慕われてるんだね、和樹も優也も。そりゃあまあ、あの二人は別格です。昔からずっと神室町を生き抜いてきた人たちですから。この店も実は何年か前にジンゴンハって韓国人のマフィアに乗っ取られてたんですけどね。金に物言わせて、暴力もちらつかせて、大変だったみたいですよ。ああ、あの頃ジンゴンハはスターダストをカムロ町進出の足がかりにしてたからな。おじさん詳しいっすね。けどね、それには訳があったんですよ。ん？結局のところ、ジンゴン派に目つけられたのは町の抗争のとばっちりだったんです。そもそもジンゴン派は大昔に一度登場界のヤクザからボコボコにされてんですよね。おじさんたちくらいの年なら知ってるでしょ。ほら、道島の竜ってすげえ強かったヤクザ。ああ、名前くらいは聞いたことがある。ダメですよ、この町の通を気取るんなら桐生一馬は抑えておかなきゃ。でね、その桐生さんっていうのがほとんど一人で尋問派をボコったわけです。和樹さんと優也さんはそれまでにもちょくちょく桐生さんと仲良くしてたんですね。だからその後復活した尋問派は報復として真っ先にスターダストを乗っ取ったんですよ。つまり和樹さんたちは桐生一馬のとばっちりで店をめちゃくちゃにされたわけ。いや、それはちょっと違うんじゃないのか。なあ。そうっすか。裏社会の抗争で迷惑かけられんのはいつだって真っ当にやってる堅気ですよ。まあ人言派は今じゃもう完全に潰れましたし、桐生さんも死んじゃったらしいっすけどね。連中のせいでどれだけ和樹さんが店取り戻すのに苦労したことか。方々から金借りて、いろんな人たちにこれ以上ないくらい頭下げて、もしもあの世に声が届くもんなら、俺から桐生たちにバシッと文句言ってやりたいっすよ。なるほど、そうだな、確かにその通りだ。おい、邪魔したな、時間取らせて悪かった。ああ、いやいや、これくらい別に全然。おい、どこ行くんだよ。これで終わりじゃねえぞ。和樹と優也には後でセレナに来るように言ってやる。和樹と優也をセレナに呼んでるのか。ああ、
もちろんお前は直接会えるわけじゃない。それでもあいつらの声を間近に聞くくらいはできる。いや、俺はあいつらが元気にやってるのを見られただけでもう十分だ。まあそう言うなって。安心しろ、さっきのホストはああ言ってたがよ、和樹も優也もお前を恨みになんて思っちゃいねえぞ。そんな恨み節は一度も聞いたことがねえ。だが俺は。たく、いいから来いよ。わざわざカムロ町まで出向いてもらったんだ。最後までツアーを満喫してってくれや。よう、いらっしゃい。待ってたぜ、和樹、優也。こちらこそ、お招きありがとうございます。いやあ、伊達さんに声をかけてもらえるなんて、カムロ町じゃ伝説の刑事さんですからね。そんな見えすいたお世辞じゃスターダストも先が知れてるぜ、優也。お世辞なんかじゃないですって。俺はいつだって本音しか言わねえっすから。そうかい。ところで、あの、今日ってこれお店空いてますけど貸し切りですか？いや、そういうわけじゃねえ。今くらいの時間はちょうど客が来ねえんだよ。おい、ゆうや、なんか失礼だぞ。でも和樹さんも正直そう思いましたよね。お前ね、俺を巻き込むのはやめてくれる？本当にすみません、伊達さん。あ、そうだ、伊達さん、聞いてくださいよ。さっきうちに半グレがみかじめ背びりに来たんです。ああ、知ってるよ。ちょうど遠目に見てたんだ。かっこよかったぜ。まあ刑事の立場としては喧嘩沙汰を大っぴらに褒めるわけにはいかねえが。伊達さんも見てたんですね。いや、しかしスターダストの店先で喧嘩するなんて、なんか久々に思い出しちゃいましたよ。ん？何をだ？ふっ、俺にはわかるよ。多分お前と同じことを思い出してた。やっぱりそうですよね。おい、何だってんだよ。昔、あんな感じで優也はヤクザと喧嘩してたんです。そのうちの一人が、キリュウさんでした。なるほど、そうだったのか。あれはもう、20年近く前になるのかな。ええ、そうです。めちゃくちゃに強かったですよ、あの人は。対問所は俺もめったに負けなかったんすけど、最初はみかじめ目的のヤクザにしか見えなかったんですよね。その時堂島の竜が相手だったとは夢にも思わなかったわけだ。早いもんですよね。キリュウさんが亡くなったって聞いてからもう何年も経ちます。それでも俺は未だに信じられねえ。優也は桐生さんがいつかフラッと店に来るんじゃないかってボトルを用意してるんです。それもうちの店にある一番高い酒をね。困ったもんです。もったいない。いや、優也の気持ちはわかるよ。俺だってあいつが死んだなんて信じられねえ。この町であの人を知ってるもんはきっとみんな同じ気持ちでいるはずです。けどよ、あいつと関わってると面倒ごとに巻き込まれることも多かったよな。スターダストなんてもろにそれで迷惑被った口だろ。さっき店に立ってたホストがそう言ってたぜ。確かにそれはそうですね。だいたいあの人が来るときは厄介事を抱えてました。とばっちり食ってるなと感じることもしょっちゅうだったし、あれ今になって桐生さんをこんな風に言ったら俺ちょっと卑怯ですかね。いいさ、溜め込んでることがあんなら全部ここで吐き出しちまえよ。けどその厄介ごとに一番体張っていたのも桐生さんです。あの人の歯食いしばってる姿を見てると俺らは何も文句なんか言えなくなっちまう。例えば初めて会った時、
あの人は登場会を一人で敵に回して戦おうとしていました。そして組の金庫から消えた100億をめぐって、その鍵を握る少女を守りきった。あの時の桐生さんの背中を思い出すたびに、俺たちも何度奮い立たされてきたことか。ちょっと何か人生でうまくいかない時期があっても頑張れる気がするんですよ。え、そんな桐生さんだから俺らはいつまでたっても帰ってくる気がしちまうんです。ねえ伊達さん。ん？今日俺らを呼んでくれたのってなんでですか？もしかしたら何かあったんじゃ。何かって？そうですね、実は桐生さんのことで新たな事実が判明した。もっと言えば、やっぱりあの人は死んでなんかいなかったとか。何言ってんだよ。なんじゃねえ、俺はただ久々にお前らの声が聞きたくてよ。そっか、そうですよね。ちょっと当てが外れちゃいましたかね。うん。お前ら、和樹さんはいつだって桐生さんに恥ずかしくねえようにしたいって、そう言ってスターダストの所有権も必死になって取り返したんですよ。ああ、大変だったろ。でもおかげでスターダストは昔の輝きを取り戻しつつある。神室町のこの辺一帯もだ。それは旗目にもよくわかるよ。今のスターダストは桐生さんに見せても決して恥ずかしい店じゃありません。だからもう一度見てほしかったですよ。俺も優也のボトルを笑えませんね。大丈夫だ、あいつはきっとちゃんとお前らの頑張りを見てるさ。間違いねえ、俺はそう確信してるぜ。今日は長々と付き合わせちまったな。忙しいだろうに悪かったよ。あんたが謝ることなんかねえよ。こっちこそ手間を取らせた。和樹も優也もずっと変わらずお前を慕ってる。言った通りだったろ。お前が神室町で戦ってきた一つ一つの記憶が今でもあの町の住人の励みだ。それを知ってお前はどう思った？正直に言えば嬉しかった。自分の葬式の参列者の話を盗み聞きしてるみたいだったかな。確かにな、ちげえね。自分がどんな生き方をしてきたかわかるよな、てめえの葬式の席ってな。中には死んで清々したなんていうやつもいるだろう。でもお前はそんなんじゃなかった。俺はお前にそのことを思い知らせてやるつもりだ。次も誰か新しいゲストを引き合わせるよ。楽しみに待っててくれ。ごちそうさん、また来るよ。おう、またな桐生。準備ができ次第すぐに連絡するからよ。桐生さん。よう、チョウ。あ、どうも桐生さん。やってんな。そういや、お前とサシで飲んだことはなかったな。隣いいか。
もちろんどうぞ。キリュウさんと差し飲みなんて緊張しちゃうね。もう出来上がってるみてえだな。ハンピン・リューマンの総帥を降りて随分経ったんだよな。そう、だから俺はもうすっかり肩ぎのつもりなんだけどね。まあ周りはそうは思っちゃくれないだろうな。キリュウさんこそ足洗ってもう15年以上でしょ。それでもキリュウさんは東城会4代目だし、堂島の竜だ。ああ、過去からは逃れられない。お互い苦労してんな。俺の知名度なんて偉人帳限定だからまだ気が楽。立場を捨てたことには後悔してないのか。父親から継いだものだったんだろう。うん、当時のハンピン・リューマンはね、青木亮と近江連合に内側から切り崩しにあってさ、古い幹部も含めて大勢裏切り者が出た。組織は土台から生まれ変わる必要に迫られてたんだよ。その責任を誰が取るかって言ったら、そりゃトップの人間でしょ。それに同じタイミングでコミジルも追い詰められて、偉人帳のグレーゾーン自体が存亡の危機にあった。その難しい舵取り役は孫悲が適任だ。だから自分の判断に後悔は一つもないよ。そうか。ああ、孫悲がハンピン・リューマンとコミジルを束ねたおかげで多くの連中が救われた。彼女の苦労は並大抵じゃなかったはずだ。今でも感謝しきれないよ。そこまで言えるのはさすがだな。キリュウさんに褒められると格別だね。春日君も人たらしだったけど、キリュウさんもなかなかだ。ふん、ありがとうよ。キリュウさんは自分が死んだことになってるんだよね。だから知り合いにも家族にも近づけない。ああ、俺とこうして話してるのは問題ないの？大道寺一派にとってこの状況は都合がいいってことなんだろう。だから黙認されている。そっか。じゃあいずれ俺の店に来てもらうのもありなのかな。お前の店？俺これでも中華料理屋のオーナーなんだ。古いし狭い店だけどね、たまに自分でも鍋振っててさ。いや、たまにじゃないな、ほぼ毎日だな。元総帥が今は中華の料理人ってわけか。もともと料理は好きでさ、組織にいた頃からたまに厨房に立ってたし、組織のメンバーにも好評だったんだよ。ボスの作った飯をまずいとは言いづらいんじゃないか。そういうこと言っちゃう？これはいよいよ店にご招待しないといけないね。好きなことが商売になるってのはいいな。やりがいも湧くだろう。それは本当そう。キリュウさんにもいつかぜひ振る舞わせてよ。大した自信だな。楽しみにしとく。もう一杯どうだ？俺はいいんだけど、キリュウさんは控えめにね。俺の腕を披露するまでは元気でいてもらわないと。勝手なやつだ。マスター。ほんと、病気の身とは思えないね。マスター、俺ももう一杯。そう来なくっちゃな。
よ、どうかしたのか。ん、ああ、キリュウさん、ちょっと気になることがあってさ。気になること？よかったらちょっと聞いてもらえる？聞いて楽しい話が保証できないけど。興味津々だよ。さっき見てたの、とあるグルメ系のブログでね、偉人町中の飲み屋の感想や評価なんかが書かれてるわけ。その中に俺んとこの店も記事になっててさ。だいぶこき下ろされたみたいだな。まあそういうことは。何食ってもまずい、店員の態度が悪い、臭い、汚いなどなど散々な言われようなわけ。それも単発の記事じゃなくて連日書き続けてる。言いがかりってことなんだろ。当たり前でしょ、味にはプライド持ってんの。店は古いけどきっちり清潔にしてるし。思い出したらまた腹立ってきて。そいつは災難だったな。でしょ。それでそのブロガーをどうしたもんかって話なんだけど、ほっとくか何か手を打つか。さすがに桐生さんに相談することじゃなかったね。身元が分かりゃいいんだがな、自分だけ安全なところから好きかっていうのはフェアじゃねえ。そうだね。どういうやつが書いてるのか興味深くはあるよ。いくら味の好みは人それぞれとはいえさ、あまりにも納得がいかないから。そのブログ、商売に影響は出てるのか。いや、売り上げは目に見える範囲では変わってないかな。うちは常連が結構多いからさ、ブログ見て店を選ぶのって一元さんでしょ。だからかな。そうか。なら、あとはお前の気持ちだけだな。実はさ、キリュウさん、俺、そのブロガーに心当たりあるんだよ。そうなのか？ブログが書かれた前の日に初めて見る客が来てさ、その客と揉め事があったんだ。何があったんだ？うちの店、まあオーナーが俺なのもあって事情持ちの客も結構いてさ、店内は撮影禁止にしてるの。デカデカと張り紙も貼って。でもその客が自撮りを始めちゃってさ。ならお前は注意しないわけにはいかないだろうな。そう、だから店内で撮影は遠慮してくれって声をかけたんだよ。その客しかいなければ別によかったんだけど、その時結構混んでたから。けどそれで相手が怒り始めてさ、客に向かってその口の利き方は何だって。その後もヒートアップしちゃってね、最後には店の割り箸を丼にぶちまけた挙句、二度と来るかって捨て台詞残して出てったよ。そんなことがあった翌日にこき下ろしのブログでしょ。まあ十中八九そいつの仕業かなって。コミジュルに確かめてもらうか。そういうのを調べるのは得意だろう。一応裏社会からは身を引いてるんだよ俺。ましてこんな私ごとに組織の力使おうってのはさすがにね。その日にぶん殴られるじゃ済まないかも。それはそうだ。つい手っ取り早く済むかと思っちまった。正直俺も手段としてちょっと考えたこともあるんだけどね。それでその客が記事の主だとしてとっちめるつもりなのか？ねえ、そんなことしませんよ。今の俺は堅あぎ、ただの料理人なんだから。料理には随分プライドを持ってるみたいだが、よくこらえてるな。そりゃそうだよ。だって俺、一度火がついたらもう自分でも止めらんなくなっちゃうからね。おいおい、
目が敵じゃねえぞ。ま、今は酒の力を借りるとするか。気を紛らすのってのも悪くない。だね。ごめんね、しょうもない話に付き合わせちゃって。ふん。少しは気が晴れたんなら何よりだ。キリュウさん、そう、よし、歌っちゃいますか。この歌を贈るぜ。深夜2時、均一なる、どんな夢を見てる。無意識に握り返す指先に小さなら、いつまで見れる、どこまで行ける、無情にめくれるカレンダー。弱くて儚い握力ゼロのハーツ、きっと気づかぬうちに、この手を振りほどき背中を乗り越え、愛する誰かを守るだろう。キリュウさん、泣き虫で育児なしで、日本足も震えてる。来る、さよならが来る、次の日のないカレンダー。嘘色染めゆく醜い世界は、強い向かい風吹く。それでも立ち向かう小さな正義を、絶対誰かが見てるから。いつまで見れる、どこまで行ける、どんな夢を見てる。汚れなく温かい握力ゼロのハンス、大丈夫さこの手は、俺の手振りほどき背中を乗り越え、
愛する誰かを守る手だ。ララ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 さて、歌っちゃいますよ。この曲を送るよ。Yeah, DJ Kazuma, come from Nippon. Next song is.好きになれる人を好きになれたならば Here we go。 一人暮らしには不釣り合いな部屋で GLP か無線機も回せないまま徒歩と日が暮れていく無線機回した記念日の腕時計は切なきメトロノームすっごい高級品だそばに入れれば幸せだったそれだけでよかったのに直線機回した愛した先に Oh yeah 愛のない恋 Come on君を抱きしめた好きになれる人を好きになれたならば愛をコントロールできたならどれだけ楽になれたんだろう今回はネバスター常識色の雨が Oh yeah食洗機はずっとストップ生まれ変われたなら今度こそ祝福の中で食洗機回したセット的に知って世間的に知ってソーシャルなメディアのいいね気にして自分なくして君をなくして食洗機はあるけどやっぱり回せないでは、歌わせてもらおうか。この曲を送るよ地獄で鍋パーティーさあナオシェ今日の夕食は何がいいかしらカレー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 どれとも地獄を見るのか
スは悪魔の地獄鍋はくだらない人類が食材さクソリプを殺したけどお前は、Go! まさに今夜のメインディッシュ Go! Yeah! 白菜おネギ豚バラ、yeah! どんな馴染みの食うより、yeah! 悪魔好みの脅しが取れるぜ超よりも赤い血の赤たるみ効いた春肉うまいぜ、はいはい、何のでも絶望するくらい暗く深い鍋底地獄鍋パーティーの勝負歌えたよ。うん、でも本当なの？ちょっと信じられないんだけど。そう、じゃあ私の見込み違いだったわけね。よし、ならこの目でしっかり確かめてくる。場合によっては戦争よ。紗英子さんは何かトラブルがあったようですね。ええ、どうも穏やかじゃねえこと。場合によっては戦争とか。前にここでお二人が話していたでしょう。紗英子さんのキャバでキャストの女の子たちが何人も引き抜きを仕掛けられていると。ええ、じゃあやっぱり紗英子に寄ってきてた社長ってのがその黒幕だったってわけですか。さて、さっきの電話の様子からはそこまではっきりとは分かりませんでしたね。あ、すみません。あの、鈴木さんですよね。うちのママがお世話になってます。ん？俺に話してるのか？ふん、それはそうでしょう。偉人町でのあなたは鈴木太一さんです。うちのママっていうと、お前は紗英子の店の子か。そうです。ママちょっと前ここにいましたよね。何か早まっちゃいそうだから止めに来たんですけど電話切られちゃって。じゃあさっき紗英子と電話していた相手は？ええ、私です。何があったんだ？ええ、ここしばらくママに言い寄っていた社長がうちの子を引き抜いてるライバル店と裏でつながってると分かったんです。確か金持ちのコンサル経営者だったな。その社長、実はライバル店のマネージャーと同じ大学のサークルで先輩後輩の仲だったんです。社長の方が先輩でした。それで多分後輩の頼みということでうちのママに言い寄って引き抜きの目くらましをしてたって話みたい。すると紗英子はそいつらに文句を言おうと乗り込んでったってわけか。早まっちゃいそうってのはそういうことだろう。うん、ママかなりキレてたからとにかく早く止めた方がいいと思って。わかった、俺が様子を見に行く。ライバル店のある場所は？あ、それはですね、
あんた、よくも人の時間を無駄にしてくれたね。結局、うちのキャストを引き抜くための茶番で私に言い寄ってたわけ。いや、参ったな。確かに僕は彼のミスの引き抜きに協力はしてます。可愛い後輩からの頼みだったんです。昔から困るとすぐ僕に頼ってくる。すみません先輩、ここは俺の方で何とか収めますから。いいんだ。それより聞いてください、サイコさん。お怒りはごもっともですが、少し誤解があります。そう？あんたらの狙いが分かった以上、どこにも誤解はないんじゃない？このゲスコンビ。おい、いい加減にしろよこら。先輩は一月で億を稼ぐお人だぞ。真剣なキャバのまま風情が、舐めた口聞くな。金持ちだから口の聞き方変えろって言うの？バカは引っ込んでなさい。話の邪魔よ。こんな俺が助けに来るまでもなかったか。大した貫禄だぜ、サイコ。あ、キリュウさん、なんでここに？お前が男に利用されて切れたって知らせが来たんだ。だが、思ったより冷静でいるんだな。もちろん、私は店からの引き抜きをやめさせたいだけ。そして二度とこんな真似をしないよう誓ってもらう。はあ、そのために用心棒を呼んだわけか。けど、その方がやりやすいぜ。女だからと思って手出さずに置いてやったとこだ。おい、寄せ。別に俺はそんなつもりで来たんじゃねえぞ。そうだ、僕も巻き込まれたくない。やるならせめて僕がいなくなってからにしてくれ。そうはいかないんですよ先輩。喧嘩っていうのは先手必勝です。しかも相手はあの切れ者、向田冴子の雇ったほどの用心棒。年は食ってるようですが、相当手だれのはずです。あんたいろいろ勘違いしてるよ。あと一応そっちのために言っておくけど、喧嘩する気なら相手が悪すぎるからね。この人はあの訳あってはっきりは言えないけど、喧嘩最強で、かつて伝説とまで言われた。はっ、その手には乗らねえ。おいお前ら、とにかくこいつらを黙らせるぞ。やっちまえ。覚悟しろ。覚悟してよね。ここは任せて。さっさと来い。はあ、かかってこいよ。かかってこいよ。謝ったって遅いから。相手してやる。なめんなよ。手加減はなしだ。かかってきなよ。終わらせる。度胸だけは買ってやるよ。なんてやつらだ。だから相手が悪いって言ったのに。待った、僕は喧嘩とかできないから。それに誤解なんだよ、サエコさん。往生際が悪いんじゃないの、社長。あんたはこの店の店長に頼まれて私をたぶらかすつもりだったんでしょ。ふん、適齢期に差し掛かって私が根気を焦ってるようにでも見えたかしら。だからそこにつけ込めると。まあ待て、あんたはサエコが何を誤解しているって言うんだ。言ってみろ。僕は確かに最初は頼まれてサエコさんに近づきました。君の気をそらし、君の育てた粒揃いのキャストを引き抜ける隙を作ってほしいと言われてね。僕としては
自分の店を持って稼ぐ若い美人ママをからかって遊び半分楽しめると思ったまでのことだった。はあ、何か言い訳するんじゃなかったの？火に油注いでるみたいだけど。ごめん、まだ続きがあるんだ。聞いてほしい。何なのよ。君と何度かデートを重ね、その人柄や経営哲学なんかを聞いているうちに気がついたんだよ。僕がもし長い生涯を送るにあたってパートナーを持つなら、この人以外には考えられないって。なんですって？僕のことは嫌いですか、サイコさん？少しは脈があるんじゃないかと期待してました。金ならあります。ルックスは見ての通り上々。仕事だって順調だし、実は子供とかも大好きです。性格はまあ直せる範囲で直します。おい、お前まさかこの状況でプロポーズしてんのか？ええ、これまで僕は結婚に興味を持てずにいた。それはなんというか、自分で気づいてきたものに打算で近づいてくる女性を多く見すぎたせいです。でも紗友子さん、君は彼女たちとは違った。いくら金を持ってようが決して媚びない。どんなに頼れるものがそばにあっても自分の力で立とうとする意志がみなぎっている。美しさとしたたかさ、その全てを兼ね備えた君となら、僕もきっと人と支え合うことの素晴らしさを学べる。バカバカしいフィクションでしかないと思っていた理想の家庭ってやつを君となら作れる気がするんだよ。それって君にとっても悪い話じゃないでしょ？もうあの小さなキャバクラだってやめていい。その後のキャストの子たちは後輩の店でちゃんと面倒見ます。ビジネスをしている君ならわかりますよね。これは間違いなく得をする話だと。くだらないね。え？くだらない長話を最後まで聞いてやったんだから、今度はそっちも聞きなさい。まずそこに転がっている店長に言って、二度と私の店の子たちに近づくなって。もしまた引き抜きを仕掛けてきたら、この町で共存する気はない。必ずあんたたちの店を潰して偉人町から追い出す。あ、でもあの、僕のプロポーズの返事の方は。まだ私の話が終わってない。あ、はい。あんたのプロポーズは残念だけど私には響かなかった。こんな状況で言ってくれた勇気だけは買うけどね。私以外の人にだったら通じるかもしれない。でもまだこれ以上私に言い寄ってくるつもりなら、屈辱を与え決して立ち直れないような言葉もかける。そんな。二度と私の前に現れないように。それが社長、あなたのためです。それではごきげんよう。つえな。俺が来るまでもなかったか。まったく、何なんですかね。私に言い寄ってくる男たちはどいつもこいつも。結婚を損か得かで迫ってきたら、私の計算じゃこっちに得なんてありませんよ。バカめ、笑わせんなって言うんです。まあそうかもしんねえな。こっちは経営者の端くれなんだから、感情はそこらの男よりよっぽど早いって言うの。ああ、その分飲むスピードは少し落とすか。今日は珍しくペースが乱れてるぜ。嘆かわしいんですよ。私は今時はあれがプロポーズなんですか？私が古い人間なんですかね。ん？古い人間ってどういう意味だ？結婚というのはその、もっと惚れ合った二人が言葉を尽くし合った先にたどり着くものだと思ってました。
それなのにさっきの社長も一番のやつも、うん、幸せになれるとか将来にどんな夢が持てるとかいろいろ言うけども、その前にもっと言うべきことがあるんじゃないの？なんであいつにはそれがわからないのか。私との付き合いが長いからって甘えだよ、それは。これは俺の勝手な想像なんだけどよ。はい。さっきの社長のプロポーズと春日のプロポーズ、両方お前にとって似たようなもんだったんじゃねえか。まあひどさで言ったら一番の方ですけど、確かに似てるかも。肝心なところが言葉にできてないっていう意味では。やっぱりそうか。なんでそう思ったんです？春日とはハワイで長い時間を一緒に過ごした。あいつの不器用さはともかく、熱いハートは高く買っている。そしてお前と何度か飲んでいるうちに、二人がどんなデートをしてどんな話をしたのか、まるで目に浮かんでくるようだ。大方一人で空回りして必死にお前を口説こうとしたんだろう。そしてお前に気に入ってもらおうと並び立てた言葉はどれも絶対に損はさせないって意味のもんだった。それがお前がプロポーズで期待していた言葉とは違っていたんだよな。だがその言葉が欲しいと自分からは言い出せない。結果としてお前は春日とずっと連絡を取らずに今日まで過ごしてきたってわけだ。どうなんですかね。そうなのかな。もしかしたらそういうことだったのかも。その答え合わせは俺の役目じゃなさそうだな。ただそれでも一つだけ言わせてくれ。はい。人生にはいつ終わりが来るか誰にもわからない。ある日突然残り時間を告げられることだってある。キリュウさん、時間がいくらでもあると思えるのは若さの特権だ。それでも時間は限られている。苦い別れをそのまんま放置するのはおすすめしない。俺から言っておきたいのは以上だ。ありがとうございます、キリュウさん。礼なんてよしてくれ、年寄りのたわごとだ。いいですよ。私おじいちゃん子でしたから、そういう話もっと聞かせてください。今のは謙遜して言ったんだ。そこまでじじい扱いするな。了解です。じゃあとりあえずペースは落としてあげますから、のんびり飲みましょう。さ、乾杯ですよ。何に乾杯するんだ。そうですね、限りある人生を楽しむこの一瞬に。なるほど、その通りだな。乾杯。乾杯。いらっしゃい。ありがとうよ。いらっしゃい。
もしもし。伊達だ、桐生。手が空いたらまたハーバーライトに来てくれるか。ああ、分かった。そうするよ。